こんにちは。管理職ユニオン関西という労働組合やってます大橋です。以前にも一度お話ししたことがあるんですけれども、今日はタイミーについてお話ししたいと思ってます。タイミー、皆さんご存知ではないかなと思います。コマーシャルなんかでもやってました。売り言葉としたら隙間バイトということですね。で、隙間バイトとで1日あるいはもう1時間2時間あるいは3時間4時間そういう単位で、日雇いという形でアルバイトができる。だから本業としてどっか正社員なりね、別で働いてはっても、ちょっと今月給料足らんなと思ったら、タイミーからの求人に応募する形で短時間の1日だけのアルバイトに入れる、そんなことをやっている会社ですね、タイミーと。で、便利は便利なんです。やっぱりちょっと空いてる時間に、簡単に小遣い稼ぎをできる、そういう意味では非常に便利なシステムではあります。で、この間数日前の日経新聞でも同じような形、タイミーだけじゃなくていくつか同じようなことをやってる会社があるんですが、それに登録している方が今1000万人を超えたというふうな記事が載ってました。で、ただその記事によるとですね、いわゆる本業を持っていて、もともとの設定通りですね、空いている時間にちょっと小遣い稼ぎをする、そういう働き方をしている人が、その1000万人のうち大体400万人ぐらいらしいです。で、そういう形じゃなくて、いわゆる隙間バイトという形ではなくて、実際にはもうそれが本業になってしまっているという方も、それなりの数いらっしゃいます。で、私たちが、思うのは、本当に隙間バイトとしてやる分にはやっぱり便利なシステムやと思います、ある意味。ただそれを本業にする会社も4つも5つも同じようなことやってる会社ありますから、タイミーだけじゃなくてですね、いくつかの会社に登録して、で、求人が来たら行きたい時に仕事行くという形で、行ったらもう仕事終わったら即日ですね、給料が振り込まれる形になってます。だから日銭を稼げるっていうことですね。で、いう形で働いてる人が増えてくるとですね、以前日雇い派遣というのが問題になったことなんです。で、ある意味経済が順調に回ってる時はそれでもいいんですよ。なんとかなるんですよ。次から次へと仕事入ってきますから。けれども何かあった時、以前その日雇い派遣が問題になったのはどういう時かというと、リーマンショックがあったんですね。リーマンショックがあって、もういきなり人手がいらなくなった。で、日雇い派遣みたいな形で働いてる人は本当に仕事がなくなってしまった。ある意味その日、余地は悪いけどその日暮らしです。で、お金がなくなったら働くし、で、働いたら何ぼか入ってくるから、それで例えばネットカフェでも泊まれるし、で、差し当たって日々の生活には困ってない。なんとかやっていける。もちろん余裕はないけれど、ただそれはね、ずっと順調にこの経済が動いている、社会が回っている、そういう時にはまだすぐには困らないかもしれない。将来はいつとしてですよ。ただ何かあると、そういう例えばリーマンショックのような大きな出来事があるとですね、で、途端に困ってしまう、で、もう逆に放り出されてしまうということになる。で、タイミーのような形、いわゆる日雇いでのね、アルバイト、単発のアルバイト、それをずっとつないでいるという形で生活している人が増えてくればですね、同じことがやっぱり起こるんではないかというふうにちょっと危惧しております。あと、そのタイミーの問題というのはですね、やっぱり何の保証もないわけです。タイミーという会社、あくまでね、求人をしている会社と仕事を求めている労働者、その間を取り持つというだけのことをしている、一応形上はね。それで、いきなり支払われる給料の3割もタイミングが取るわけですから、それはそれで暴利やと思いますけれども、それはさておいてもですね、タイミングという会社はそういう形です。ただその中でもちろん日雇いですから雇用保険も入ってないです。だから失業しても失業手当ももらえません。社会保険も入ってません。で、いわゆる契約社員でも正社員でもですね、一応契約
例えば契約社員やったら契約期間中は解雇はされへんと、少々問題あったってあるいは会社から多少睨まれてもですね、その契約してる期間は働き続けられる、まあ、正社員はもっと手厚いです、ね、簡単なことでは解雇はされない。だからいきなり職を失って路頭に放り出されるということはないわけです。収入の道立たれるということはないわけです。ただタイミーというのは日雇いですから、次の求人が来なかったらもう仕事がなくなるわけです。でいう意味じゃもう何の雇用保障もない。でタイミーでですね、本当に一つの会社で一日だけ働くっていう人は実は少ない。繰り返し同じ会社で働いている、そういう人が多いです。で会社の方もですね、この人いいなと思えば、まあ、いわゆる会社のお気に入りのリストみたいなのがあるわけですね。そこに登録すれば、そのお気に入りの人だけに求人かけることもできる。だから割り方タイミーで働いてる人っていうのは、同じ会社、まあ飲食店なんか多いですけれども、そこで日にちはね決まってないけど、月例えば3回4回とか、あるいは多い人は5回6回とかいうふうに働いてね、で一応毎日雇用される、その日ごとに雇用されるっていう形だけれども、実際にはシフト制で週何回あるいは月何回という形でその店で働いてる、そんな形の人多いです。だけど先ほど言ったように雇用保険もない、社会保険もない。で次求人かけるかどうか、会社がこいつは嫌やと思ったらもう求人かけんでいいわけです。そしたらもういきなり求人ストップされて仕事がなくなってしまういうふうな形です。で実際に私たちが相談を受けてるのはですね、ある大手のクリーニング会社にもう十数回繰り返し働きに行ってた人がいます。タイミングを通じて、ね、でその人がですね、何回か連続で早帰りさせられたんです。要するに当初の約束では、例えば8時間働いてくださいと、でそれで例えば8000円払いますというふうな約束で働きに行ったのに、6時間で返されてしまったと。で6000円しか払われてなかったと。ただ本人からしたら8時間働くための時間を全部空けてるわけですね、予定を。で当然8時間働いて8000円もらえると思って行くわけです。ところが会社が突然その日になってですね、今日6時間でええわと、もう帰ってと言って6000円しか支払わない、まあ、本人からしたら予定が狂うから困るわけです。収入も減るから。でそれでタイミーで働いた労働者はタイミーのアプリの中にね、あの企業のレビュー、働いた会社の感想みたいな書く欄があるんです。だから必ず書かないといけない。でその人はそのレビュー欄にですね、何回も続けて早帰りさせられたもんだから、まあ、こういうことはなるべくもうやめてほしいと、善処してほしいというようなことを書いたわけです。そしたらそのクリーニング会社からいきなり求人が来なくなったと、全部ストップされてしまったという話です。まあ何が言いたいかというと、もう労働者は不当な目にあっても声上げられへん、声上げた途端仕事がなくなる、そんな状況になるわけです。だからもう権利もクソもないわけです。会社がこいつ気に入らんと思ったら求人止めたらそれでしまいと、でそれでその人は仕事を干されてしまうという状況になってしまう。でこれって非常に問題だと思います。で私たちはこのタイミングの問題、今後ね弁護士さんなんかとも相談しながら大々的に取り上げていきたいと思います。皆さんの中でも多分タイミングで働いた方いらっしゃると思うんです。でそういう方で何か不当な目にあったという方がいらっしゃれば、ぜひ私どもに相談していただければというふうに思います。